皆さんこんにちは。内藤証券株スター7110より7月14日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比19円高の2万118円で取引を終えました。反発はしましたが終始2万円水準での持ち合いが続きまして方向感に乏しい展開となっております。では株価に方向感が出てくるとすればいつ頃のタイミングなんでしょうか。今日はこのあたりを検証してみたいと思います。では現在の株価の位置を冷やしチャートで確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価2万円から年初来高値の2万200円300円水準での方向感に乏しい展開が続いております。上がらないけれども、下がらないという、相場展開が続いておりまして、喜んでいいのか 悪いのか、よくわからないような悩ましい相場が続いておりますけれども、ただ利益を出していくにはやはり相場が動かないと利幅が取れませんので、この先やはり動きが出てきてほしいところです。では日経平均株価の価格帯別出来高の推移を見ていきましょう。こちらは昨年の11月の9日から昨日までの推移となっております。でこちら一般的には出来高の累積の大きいところが価格の上値の目処や下値の支持の目安になるというような使い方をしております。この期間での累積の一番大きいのが1万9400円台から1万9500円台ということなので、もし今後株価が調整するとなるとこのあたりが一つ大きく意識されやすくなる、ここを割り込むと逆に方向感の変換というのを考えなくてはいけないといった目安になっていきます。そして2番目に累積の大きいのがこの年初からの日経平均株価の上値抵抗の目安となっていた水準ですね。でそれから3番目がですね、直近で株価のもたつきの見られる水準、ここがこうだんだん累積が膨らんできております。でこちらの言葉の通りですね、このデータは出来高の累積ですから、すでにポジションが解消されている可能性もあります。ですが投資家がどの価格帯で一番取引したかを知る目安にもなりますので、累積の膨らんでいる価格帯というのは引き続き注目しておきたいところです。では東証一部の新高値銘柄数の推移を見ていきましょう。足元ではおおむね100銘柄台での推移が続いております。株価が下落すると2桁台に減少する傾向も見られますけれども、おおむね安定的に推移している、極端にこう増えることもなければ減ることもなく、やはりこう安定的な推移というのは見られております。ただ新高値、年初来高値銘柄なんですけれども、こちらをつける顔ぶれは変わってきております。物色の変化が見られているということもありますけれども、ではこういったことをこの先で見ていきます。はい、売買代金の上位銘柄の常連ともいえる銘柄の代表的なものの、として任天堂や東京エレクトロンなどがあります。でこれらの銘柄は中長期的な株価の方向性、趨勢というのは上昇から、下落基調ですねへの転換というのはまだ確認できておりません。ただ上値が重くなっておりまして、6月につけた高値を上回れずに、戻りきれずの高値というところを行ったり来たりといった展開が続いております。ソフトバンクも同様の動きが見られています。上昇の基調の中の小休止といったふうに言ってもいいのかもしれません。ではその反対に調整局面からの反発が見られている銘柄というのもあります。例えばですね、新日鉄積み金や三菱電機などが挙げられます。こういった銘柄は昨年上昇基調に転じた主力銘柄の一例でして、小松もこのグループに入りますね。で今年の2月3月に高値をつけてから調整して、でその後足元で反発が見られるといった動きになっています。
でまだこの前の高値までの戻りは見られていないので、年初来高値銘柄、新高値銘柄には名を連ねておりませんが、下値を切り上げながら、しっかりした動きが見られているといった傾向です。まもなく第一四半期の決算発表がありますので、こういったことを控えまして期待が高まりつつあるのかなといった動きというふうに見ることができます。では主力銘柄の決算発表のスケジュールを見ていきましょう。この7月20日の安川電機を皮切りに主力銘柄続々と発表されていきます。この19というのは3月期決算企業における第一四半期の決算でして、4月から6月期の業績の発表がなされていきます。で直近ではですね、決算発表後に株価が大きく動く傾向というのが見られておりますので、今上値の重い銘柄というのはひょっとするとこういった決算発表を機に方向性といいますか、同意づいてくることも考えられます。したがって来週はこうした決算発表もありますし、日銀の金融政策決定会合も行われます。従いまして方向感がもし出てくるのであれば、来週以降がタイミング的にはいいのかなと、そういった見方をすることもできると思います。はい、では本日の個別銘柄をご紹介します。本日は新高値銘柄をつけた中から2銘柄ご紹介します。まず1つ目はリチウムイオン電池のセパレーターのメーカーのダブルスコープ、それからスポーツウェアのメーカーのデサント、この2銘柄をご紹介します。詳しくはこちらをご覧ください。はい、まずダブルスコープですね、こちらまず株価から見ていきましょう。中長期的な株価、株価がこの移動平均線、複数の移動平均線を上回ってきておりまして、やっとこう中長期的には底入れの兆しが見られているといった動きとなっています。日足で見ますとすでにもこう高値を更新しまして、今日はですね 8% 高、2170円ので引けております。出来高もありますので、上昇トレンドが形成されつつある銘柄の一つというふうに見ることができますね。でこちらの企業というのはリチウムイオンの二次電池のセパレーターメーカーでして、このリチウムイオン電池というのは小さいながらも大きな電力を出せる高性能なバッテリーのことを指します。でセパレーターなんですけれども、このリチウムイオン電池の中には正極と負極がありまして、でリチウムイオンを正極と負極の間で往来させることによって、充電とか放電をしていくんですね。ですからセパレーターはこの正極と負極を分離して電気のショートを防ぐ重要な役割を果たしています。でこちらの用途といいますのはパソコンやスマホ、こういったものがありまして、今注目されているのは EV 電気自動車、こちらが非常に注目されております。で EV 市場の規模なんですが、2025年には15年比で20倍に拡大する見通しでして、で直近ではアメリカのテスラやスウェーデンのボルボなどが EV 車の生産今後拡大していくといったニュースも出しております。したがってやっぱりこういったニュースにはリチウムイオンセパレーターが必要となっておりますので、ダブルスコープ来年以降こういった欧米向けに供給を拡大していきます。そしてもう一つ年初来高値を更新した銘柄の例としましてはデサントがあります。こちらはダブルスコープよりも一足先に上昇基調に転じておりますね。でトレンドも上昇に転じております。で今こちら韓国アジアなどの国の方針を注力しておりましてですね、韓国には競泳のスーパースターがいるんですが、アリーナというのはこちらの競泳用のブランドなんですね。で6月にはその競泳のスーパースターとアリーナのこのブランドでサポートする契約を締結いたしました。今週末から世界水泳も始まりまして、その契約をした彼も出場する予定です。彼の活躍がですね、この合弁会社の商品の販売ですとかマーケティングにどれだけ貢献するか注目していきたいところです。決算発表は8月の1日となっております。はい、では本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。